はい、ではね、もう一回最初からしていくんですけども、とりあえずさっきの新尾道のところまで早送りでどうぞ。はい、新尾の道を行けて次来ましたよ。次がこの4択だとまだ一つしか出てきてないので、その解き方やめいって感じなんですけど、もう分かれへん、思わずね眉間にもしわ寄っちゃうし変顔にもなっちゃうしっていうレベルなんですけども、どうしましょう。徳山ではないから小倉かな。小倉チーン、三原でした。ということで、もう一回最初からやり直します。とりあえずここまで編集で飛ばします。はい、来ましたよ。次が見張りのところまで来ました。とりあえず見張り正解していきたいと思います。間違えた、三原やなんでハリハリ言ってんね。三原です、すいません、三原です。三原、オッケーオッケー。ということで次行きましょう。もう本当にここら辺わかんない、土地勘というかね、頭の中に何県のどこなのかが全く入ってないんですけど、次が福山とか、山口かな、新山口かな、広島県でした。はい、もう一回最初からやり直していきます。まあね、もう慣れっこですよ、ここまで来ると。まあね、もう慣れっこですよ、ここまで来ると。とりあえずやり直します。はい、では、三原のところまでもう一回飛ばすぞ、ゴー。はい、三原駅をクリアして次東広島まで来ました。いや、てか東広島やったんや、広島県やったんやーっていうところです。はい、じゃあね、次行きたいと思います。次、まだ広島だから広島ですね、このまま多分広島だと思う。広島、はい正解、よしこれで広島県クリアですね。次何県、次が何県なんやろ。とりあえず言えるのはこの4択だと1択しかもう残ってないので、これはズルですけど、これはなんて言うんかな、岩国でいいんかな、にしていきたいと思います。お、新岩国で合ってました合ってました。はい、じゃあ次この4択なら、これも1つしかありません。徳山です。徳山、いや、ある意味あれですね、後半になってきたらもう答えがもう一つしか残ってないので、ある意味楽ですね。そんな解き方したらあかんねんけど。はい、次行きましょう。次、お、次が新山口ですねもう答え言っちゃって言ってる、もう新山口でしかないですねはい、じゃあ押していきます。こっち、新山口駅正解、やったー。はい、この調子で次、お、どれだ、まだ出してないのが、小倉押したか、これかな、朝駅っていうんや。へえ、いいですね、目覚めれそうどんな感想なんですけど、目覚めれそうじゃあ次が下関かな、新下関だと思う。はい来た、新下関で会ってました。いや、下関って呼んでたらやばかったですよね下関で会ってました。次、いや、もうここまで来たら結構簡単ですね。はい、次がこの4択だと1個ですね、博多。小倉、福山ではないから小倉かな、ちーん、三原でした、出してないのが、小倉押したか、いや、ある意味あれですね、後半になってきたらもう答えがもう一つしか残ってないので、ある意味楽ですね。やばい、やらかした、めっちゃ知ったかしてしまった。すやん、てかめっちゃ小倉やと思ってたら小倉なんですね。そこでもうバカ発覚やー、またやり直します。もうマジか、やり直しです。小倉までもう一回飛びましょう、ゴー。はい、小倉のところまで来ました
もうね、ラスト2つっていうところでね、また1からやり直しってマジかよって本当に思ったんですけど、まあそれはね、私の頭脳の悪さが出てしまいましたよね。はい。まあ小倉で正解していきましょう。小倉じゃないよ、小倉だよ。小倉じゃないよ、小倉だよ。最後はダララララン、博多駅でございます。博多駅はね、行ったことあります。いとこがそう博多に住んでて、それで行ったことがあります。はい、じゃあ正解していきたいと思います。よし、正解したよ。よっしゃ、終わり。はい、やっと山陰新幹線クリアすることできました。いや、まあ本当に前回はシンプルに何回も乗ってたっていうのと、そうで、まあ詳しいっていうか、まあ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 詳しくもないけど、その知ってる駅が多かったっていうのがあるんですけど、今回はほとんど乗ったことない、そして駅知らない、私都道府県全部どこに何があるか覚えてないので、そういう意味でもね、全然わかんなくてなんですけど、無事クリアすることできました。おめでとう私。はい、皆さんもね、今回知らなかった駅とかたくさんあったかもしれないんですけど、まあ、よかったらね、こんな感じで私も結構苦戦しながら解いてるんですけど、皆さんも一緒に解いていきましょう。本日はね、こちらの新幹線駅名クイズというアプリを使って鉄道クイズ解いていったんですけども、いや本当に難しかったですよね。何回言うねって感じなんですけど、はい、まあ私もすごい頭を使いました。そして、あ、こういうこの駅順なんやって、そう、イージーモードだから駅順で出てくれるのがね、ありがたいですよね。はい、こんな感じで今日の動画終わっていくんですけども、皆さん今日のね動画が役に立ったとか、まあ私もあんまり地図詳しくないけど、まあちょっとでも勉強になったって方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そして私たちステーションは YouTube だけでなく、その他 SNS もしておりますので、よかったらそちらのチェックの方もよろしくお願いします。最後までご視聴していただきありがとうございました。以上、大阪ステーションのアヌンこと岩谷あゆせでした。ほなまたねー。ほんまに難しかったよー。